続きいきます。さあもう一回ガッツ確認しますね。延長戦でございます。翼ヒューガーはこの延長戦一発ずつは必殺技打てそうな感じだけども、ヒューガーに関しては確実に1点入るという保証はない。1点2点の勝負に持ち込まないとこっちの勝ちはないということで、さあ行きましょう。コインブラ、もうこいつだよね。マッハシュート、もうなんかあの一気にさ、誰だっけあいつ、カルロスのあの影が薄くなったって感じだ。ヒューガーはボール取りたいんだけど動かない動かない、もう他のキャラで取りに行く。さあどうかな、必殺技持ってないからね。ドリブル止めてくれ、かわしたか。くそー、マッハシュート打たれたら多分若林止められないと思うんで、ダメか。くそー、自動が追いつけねえか、早いな。いやーこの距離で打たれると止められないか若林、頼む。ぶっ飛ばされた。うわー、だけど空っぽじゃない、空っぽじゃない。ダブルイール、あーそんなやついたな。おっと若林復活している。ぶっ飛ばきた、カットイン、よーし、拾えない、サンタマリア君ボールを拾えない。バナナシュート、うわもう必殺技の応酬だもんこれ。触れ触れ触れ、バナナシュートだったらそんな大したことないんじゃないか。よし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 、届かないか若林、止めろ。よーし、くそ拾えなかったか。ねごめんなさい、チームデータ変えようかな。いやいやどうしようかな、結局ね、あれ、あー、じゃメンバーチェンジじゃない。ソーダをセンターバックに置いたことによって、左サイド全く使えなくなったんだよね。だから、ちょっともう一回戻します。ソーダを2番。はい。サイドバック。まあ、使うかどうかわからんけどね。さあ、誰が打ってくんだ ?10 番いる、9番いる。誰だろう、ちょっとカウンターに備えるか。延長戦はすぐあれだから、なんだろう、すぐ終わっちゃうからね。ちょっと時間考えて、ミサキ、ミスギ、どっちも疲れてんな。ミスギ、ミサキ、ミサキ、この辺。その代わりミスギが守備的な位置に入ってほしいな。誰だっけ、マサオか、マサオ、マサオ、この辺ガチガチにゴール固める。バナナシュート、まあ誰かが打ってくるんじゃないかなとは思ってたけどね。触れ、触れないか。カットイン来い、よし、バナナシュート止められるぞ。オッケーオッケー、翼翼、トラップ、よしよしよし、ミサキ行け。このために美咲を前線に置いといた。オッケー、翼のパスだったら大丈夫、取られないという。いやいや戻ってこなくていいぞヒューガー、お前なんで戻ってきたんだ。370だっけ、378か370だよ、どっちかだったよね。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。よし、この辺で、この辺で1対1の状況を作ってネオタイガー打たせます。延長残り5分、よーっしゃ、さあ勝負だ、頼むヒューガ、全日本のエースストライカーはお前だ。うわ、ぶっ飛ばされた、ぶっ飛ばされた。いや多分でも今のね、あれなんだよ、ドリブルに備えるだったんじゃないかな。空っぽだぜ、空っぽだぜ。よりによって、ちょっと待って、いけるな、いける、マッツン、マッツンスペシャルシュートいけ。どうだ、空っぽ、弱まってもいい、弱まってもあといないでしょ、あといない。
よーし、よし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 、オッケー。いやー、ヒューガ、まあまあまあヒューガ点数取れなかったけど、これでヒューガのねガッツ使ったのもこれ報われますよ。ちょうどいいところにまた松山が、ほんと松山はじめセンターバックだったけど、あのサイドバックに変えてほんとよかったわ。いや、翼は動かない、多分取れないと思うけど、よしよし、いいぞ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 、これ時間使えるから、ナイスだヒューガ。相手の顔面狙ってもタックルいけ、タックル、オッケー。アマラウ、アマラウ、お前分かってんだろうな、お前タックルいけ、ヒューガいけ、ダメだ、アマラウの足を狙っていけ、お前もっと、まあそう、ダメか、うわー、コインブラ来たー、やばい、もうゴール前だもんね。マッハシュート、せめてリードした展開で終わりたいけど、前半カットイン来いよ若林、どうだ、来たー、よーし、どうだ、うわ、なんだよおい、期待させやがって。いや、ね、カットイン来ました、ぶっ飛ばされた、だけどこれあれでしょ、こぼれ球になったんでしょみたいな感じだと思ったら、もうあーダメかー、まあしゃあないっすね、しゃあないしゃあない、もう逆にもう同点で終われるだけいいかなっていう風に見た方がいいのかな、後半こっちボールだしね、こっちボールから始まるから、って考えた方がいいのかね。オッケー。よっしゃ。いやー、なんとも一進一退の攻防だね、これ本当に。相手も譲らないっていう感じ。350、これじゃサイクロンまだ打てない。ちょっと時間使わなきゃだな。ちょっと時間使わなきゃいかん。OK。ちょっと戻ろう。翼のガッツ400到達まで。ちょっとね。ちょっと待ちますよ。まあ、これはいい具合にカウンター、引き寄せて引き寄せてね、カウンターっぽくなればだけど、ただ向こうも向こうでパスに対してのね、カット能力がすごく高いんで、3パーパーになりましたね。美咲。いや、もう生きてみすぎにまでやった方がいかったかな。うわー、やばい。あ、オッケーオッケー、いった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 。よしよしよし、行くぞ。若干ちょっとね、カウンターっぽい感じになったけど。さあ、5番が確かフィジカルお化け、フィジカルモンスターだよね。ネイ君。ネイ君が来ちゃった。カズオから翼経由で行くか、それとも、もうこの辺にパス出して見すぎが受け取るかって感じだよね。見すぎのパス能力を信じて、パス能力を信じて見すぎにやるか、それともドリブルで勝負いくか、ここ勝負だ。あー、タックルできた、ナイスナイスだ。エンカウントする前に見すぎ。ディフェンダーいるけど多分いける、オッケー。よし。さすが、美咲と見すぎのパス能力はもうこの、ね、決勝に来ても生きる。よし。ヒューが100。翼434。残り、後半、時間は7分20。打つか、ここで。打ちますか、低いボール動き合わせる、行きましょうサイクロン。ちょっと迷ったけど、さあこれでポストやめて、ポストやめてくれよ。さあどうかな、どうですかお客さん、よーしオーケーオーケー、やつはサイクロンに全く触れんぞ。オッケーオッケー。さあこっからですよ、残り7分をどうやって切り抜けるか。
さすがにもうあれだけね、ポスト当たってたから、もうポストの奇跡はなかなかに期待できなさそうではあるけどね。これ取れねえかな。無理だよね。いやーもう、なんか向こうも向こうでさ、コインブラもね、徹底して集めてくる。ジトいけないか、パワータックル。シュートでは、まあ一応顔面いくか。シュートできたら、あー来た！オッケーオッケー。これ顔面で止められるでしょ。当たって、オッケーオッケー、ぶっ飛んだ。くそったれー。オッケー。よし。うわー、サンタマリア。まあ、でもどうせまたコインブラック、バナナシュートオッケー。バナナは止められるぞ。バナナは止められる。若林、止めろ！さあ。うそー。あれだけ止めてたじゃないの、もう。若林、お前あれだけ止めてたじゃないか。くそー。3分40か。どうすかな。ゴールデンで切り込んで行ってジャンピングボレーも一回打ってみますか。確かさっき、さっきこの前のあれか、動画か、ジャンピングボレーはさ、あれだよね、特にキーパー弱体化されてたとかはなかったですよね、ジャンピングボレー。いや、キャッチはされないと思うんですよ、ダークイリュージョン。パンチングだと思うんで、どうかな。パンチング弾いたところを拾いたい。どうかな。キャッチされた。なんだよおい、キャッチすんのかよ。サンタマリア君、やばい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 。これもタイガータックルだ。あー、ダメか。ダメか。ちょっとあの、反則でも、いやーこれコインプラに来るぞ。これもう、言わんこっちゃない。やばいやばいやばい。これはやばい。これはやばい。もう一回いける？あー、いけねえ。もうブロックだ。あー、普通のブロック。もらったタイ言ってましたよ。吹っ飛ばしてやるタイ、あ、吹っ飛ばしてやるタイは言ったことないか。なんかあの、ジトー君さら吹っ飛ばしてやるタイのイメージがあるんだけど、あー、かわされた。いかんタイ。勝負だ、石崎。よし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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ。でも直接打ってくるかな、この距離。打ってきそうだな。打ってきそうだな。これ壁右寄りにしますか、左寄りにしますかみたいな感じで言われるから、もうみんなでも守ろう。全員で守ろう。ここ。全員で。よし。ヒューガも、ヒューガここでいいんじゃないか終わり。右より、コインブラ君、パス。誰に合わせてくる？誰に合わせてくる？カルロスか？カルロスに低いボールを合わせる。いや、飛び出す。飛び出す。クリア。若林見せどころだぞ、ここ。やばい。やばい！やばい！危ねえ！今空っぽだよね。え？再試合？ちょっと待って、ちょっと待って、PK だと思ったじゃねえかよ、もう。再試合ってなんだよ、お前、これ。PK だと思ったのに、もう、これ、あれか、決勝だけは PK で終わらせませんよ、か、これ。マジか、今回、うまくいったらね、PK まで持ち込んで勝ったら最終回になるかなとかちょっと思ったけど、くそ、しかもレベル上がんねえしね。レベル上がんない。マジか。いや、ちょっとそれショックっすね。でも、このパターンからいくと、どうなるの？また後半からコインブラが出てくるのか、それとも次からは、
どうなんですかね、前半からもコインブラが出てくるのかな、ちょっと分かりませんけども、まあ、仮に前半にコインブラが出てこないんであれば、前半でいかにリードを取れるかですよね。いやでもね、今の試合もだいぶポストに助けられてた部分ありましたよね。下手すると2点差3点差ぐらいで負けてたぐらいの内容ですよね。その2点差3点差で負けてた内容をなんとかあの引き分けに持っていったっていう感じですよね。まあ当然勝つチャンスはあったんですけど、内容は完璧に負けてましたね。はい、とりあえずじゃあ今回ここまでにして、もう一回ね、次再戦再試合頑張りたいと思います。はい、で基本的にはやるサッカーは変わらない。とにかくその2点1点2点リードしていてもボール回して時間潰したりとかはしないでね、ね、完全にこう打ち合う、相手と打ち合って勝つっていうサッカーをやって、それでクリアしたいこの作品。はい、そう思っております。なんとかね、ね、視聴者さんもね、そんなことしないでも勝ちに徹すりゃいいのにとかね、思う方もいらっしゃるかもしれませんけどね。はい、なんとかね、僕のサッカー最後までね、見届けて、温かくね、最後まで見届けていただきたいなと、そういう風に思っております。はい、ということで今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。